空がもう嬉しい顔してる。パーポーで決めてみました。あ、食べられないだ。見て。すごい胸。すごいね、鳥の群れ。あ、近づいてきたよ、鳥たち。鳥たちよ。声が。やめろ。昔は震え病と呼ばれまして、なんか帽子似合うな、ちっちゃいの。あ、そうだでしょ。違うよ、それは旦那だよ。ユダヤ教の人だ。悪くないか。テコテコしてる。汗かいてる。ファミパって何？ファミリーパークの略称だった。砂と水だけだって。世界初のサンドアート常設野外展示だって。それがなくなっちゃうだなんて。ここ決めて。あ、写真撮る？何だ？5人ショット。お。撮ったろ。はい、これで。お、おい。今天井にしたってこと？そうそうそう。コンビに囲まれて寝たいって言ったもんね。ホパーだから。でここにこだわったもんね。マジで来たかった。マリーゴールドじゃん。にゃ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 。あ、同じの当たっちゃった。キュッ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 キュめちゃめちゃ可愛いんだが。ねえ、はコロナ禍とは思えない、ね、朝です。
ワーパークさ、もったいないね、こんな広大な敷地なくなっちゃうの。名前が間違えられてちょっとダメだ。ファミパでしょ。普通に喋んなきゃかっこいいんだけどな。お、サンドアート現る。鼻からなんか出てる。鼻毛かな。鼻毛だな。あれ鼻水。鼻水だな。ファミマクイズ。粘土質の砂が使用されています。どんなところの砂でしょうか。はい、山の砂。正解は山の砂。思ったそこの君、ハズレです。花広場着きました。では行きますよ。よ、せーの。いや、いいちゃん。あー、やったー、これ。あー、見て。もう早く。うわー。すーぎわー。マリンゴールド。あれ、ポッピーだから。ポッピー。すごくない？すごい。これすごい。超綺麗なんだが、ウニちゃんがさ、うん、ここは来たいって言ってくれて嬉しい。綺麗よね。めっちゃ綺麗だ。すごいね。すごい。良きなんだが、良きに計らえ。良きに計らおう。一つ言うと頭皮が痛いんだ。ダイレクトイン。あ、そらテントウムシいっぱい。お父さんもう三見つけてた。4は見た。そらくん、テントウムシ見に来て。ありがとう。乗せるか。何でもかんでも乗せられても。どこ？え、本当だ、ここ。もう、すごっ。恒例の。恒例の。オッケー、行くよ。なにこの風景。スーパーよきだよ。あー、すごいね。え、どこ。スーパーって、いや、なんか足じゃないですね、やった。ちょっと、あ、大丈夫だった。やめる。高すぎる。いいんじゃん。行けるとこまで行ってみる。いいしね、お言葉に甘えさせてもらいます。行ける、行けるの。
ごい。すまないね。すごい高低差だね。ぴったくりよ。もう本当ありがたやだよ。なんか石ある。これがラピュタといってね、さらに浮かんだんですが、通り過ぎた。うわ、綺麗だね、灯台が。最難関、この子昨日から噛みまくりじゃない。大沢本島最難関です。最難関です。もう一回ください。テイク2。どうぞ。最難関のもう一回最初から、僕が被ったからどうぞ。こちら、最南端の土地。はい、テイク3。じゃここ確かに、二人でやろうよ。どうぞ。こちら、最南端の場所です。放送半島です。はい、できます。今からどこに行くんですか。私、最南端の女になる。なるほど。でもこれがずっと夢で、はい、なんか東京に引っ越してきたのがそれが結構素敵なところ。あ、前はどこにいらっしゃったんですか。沖縄は最南端。最南端は行きたいっていうね、性格上あるんですかね。結構足場がしんどいですね。あ、すごい。あの右の方もすごいね。すごい。おお、素晴らしいですね。の場所にやってまいりました。絶景朝日と夕日の見える岬ということで、どうですか。絶景なんですが、ここは結構やっぱ最南端の女として房総半島も収められてよかったなって感じですかね。我が人生に一片の悔いなし。私たち最南端の女になれました。ありがとうございました。車椅子だからね。そうだよ、自分も大事だから。わあ、ちょっと脱線してます。脱線です。せーの。ソラ先生じゃないですか。ソラ先生こっち来ます。ちょっと眠そうです。え、眠いね。でも元気です。はい、ソラくん。ハロー、ソラくん。ご飯食べたの。ありがとうございました。やってるやってる。
はい、トロタクシェアしていただけません？いい？あと何食べたい？何？何？あ、もうじゃあヤマト5回行きます。行きますか。生ウニも行きたいね。生ウニ行きます。ご飯が少なめ。はい、少なめ。いいね、マジ爆上がりなんだから。すごくない？なんかもうありすぎる。まあ、ちょっとこれでさ、狙ってさ、もうウニいくらだった？640円。こちらありがとうございます。お醤油ください。醤油、塩もあるから。あの、生姜ください。醤油皿に生姜盛りたいんで。はい、お願いします、はい、山盛りください。はい、生姜食べに来たんだよ、私、寿司より。よく見て、まず落ち着いて、見て。いいよ。これもしや。でかっ。でかいんだが。ホクホクしてるんだ。カニ汁の方。いただきます。めっちゃ入ってこない。どうしよう。ホタテ食べたい。食べたい。みんなもそう。全然美味しいのとか。あ、そうなんですか。やっぱ有名なんですか。アナゴとウニ食べるね。シャリ少なめ。シャリする？最初？最初。あ、いいでしょ。はい、いっぱい食べたいから。チョコちゃんの何食べたい？食べたい味。目が泳ぐ。やっぱこれでしょ。納豆だ。やっぱり10。ママ、メロン食べたい。でも、僕ね、すいません。もしやる。お、アナゴどうぞ。アナゴ。こういう感じなんだ。いただきます。いただきたー。いただきまーす。おいしくしたら、うちの。全然入るよ、私まだホタテもいっぱい。ちょうどいい、ちょっと2貼った。ちょっと苦しい。良いとこ、強いとこ、当てやすい。このアメを初めて、生ウニも初めて。生臭さがなくて、こんな舐めるの初めて。さっき取れたんだ。取れたの？2時間叩いた。あー、美味しかった。人生って大事。本当だよ。だってもうすごい海なの。こうやって持ってきてる野菜。すごい満足。ごちそうさまでした。美味しかったね。うわー、美味しかった。今回は全部正解。ミスがない。まあ、でも毎回ハマグリになっちゃうから、本当。ついてはっちゃんに、ここがハマグリになりましたって。あんた前からなってるじゃないって言われる。はい、帰れない。まあ、ゆっくり帰ろう。もう渋滞じゃ動いてないってことでしょう、ね、あの時渋滞したねでいっか。あ、簡単だった。あ、こっちね、湯沢ね。なんかね、冷蔵庫のね、これいるのとか言われて、ちょっと取っといてって言うと、あんた食べないじゃない。殺人的に。Mm-hmm.